はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。まあ週末日曜ということで、いや今日何話そうかなと思ったんですけど、ちょっと教え子とちょっとした雑談、まあ宇宙開発分野に学んでるね、ジョージア大学に行った子ですけど、とは理さんの石橋くんとちょっとなんとなくたまに、まあ、チャットで、雑談したりするんですけど、その話をしようかなというふうに思います。でどういう話かというと、まあ、皆さん想像してみてくださいな。まあ、これからニュースペースの時代が来て、民間でその、まあ、スペース X ね、あのテスラモーターズとニューラリンク、あるいはそのスペース X を事業に持つスターリンクの、創業者でもある、あ、創業者というかトップでもあるイーロン・マスクね、がやっている、スペース X、なんかも筆頭に民間でロケットを飛ばして、あるいはいわゆる宇宙空間に旅行に行って、大気圏外も含めてっていう時代が、まあ多分10年後には来るだろうと。でそれと合わせて、多分その月面に人々が居住空間を作れるかどうかとか、そういうところまで行くと思うんですよね。多分10年くらいしたら、まあ、居住というかそこに駐在できる短期、その数日間とか1週間ぐらいとか、そんぐらいのところまでは行くのか行かないのか、まあ僕は分かりませんけど、まあそんなことをぼんやりと想像してるんですよね。でそれにあたって、じゃあ何必要かねっていう、そういう話をした、雑談の話をねしたいと思いますね。まあでこの話をする理由っていうのは、まあもちろんその空想ですよ、空想ですけども、こういう話があります。人間その想像できないものを生み出すことができないっていうことなんですよ。で逆に言えば、人間の想像力が働くものに関しては遅かれ早かれ実現するっていうことなんです。でそれを前提とした上で聞いていただきたいと思いますね。で自己紹介に関しては概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。でまず皆さん、宇宙空間と宇宙開発分野で何をしてその飯の種にしていくんだろう、あれその産業として成長させていくんだろうっていうことを考えたことありますかね。まあ、少なくとも、もう今の時代は国が予算をつけるよりも民間主導で、日本は大したことないので、相変わらず、どの分野もダメなので、やっぱりアメリカですよね。もう主導して動き出してもう10年ぐらいになるのかな。で、一番分かりやすいところでは、今度上場するスターリンク、まあ、イーロン・マスクの今言ったところですね。で、スターリンクはスペース X もやってるわけですけど、スターリンクは、コンステレーションって言って、小型の通信衛星、衛星を、地球のその、惑星の軌道上にたくさん乗せて、で それを経由して、まあ物理なんだろうな、有線で、光ファイバーなんか引けないエリアに対して 通信、帯域を確保するというような事業をやったりする。で昔からあるものとしては、まあ、いわゆるセンシング、リモートセンシング、その通信、やはり通信衛星から画像を取得して、位置情報と画像を取得して、でそれを配信することで位置情報サービスの精度を上げる、まあ、そういうぐらいのものは皆さん思いつくと思うんですよね。であとは、まあ、最近というか、まあ、ここ数年で出てきたやつはスペースデブリの除去、まあ、これどっちかというとネガティブ要素をなくす、要は瓦礫ですよね。瓦礫のゴミ掃除ってことです、宇宙空間の。かつて飛ばした通信衛星の瓦礫がその惑星の軌道上に乗っかっちゃってるわけですよ。でそれを片っ端から掃除していこうっていうものもあるんですけど、まああとはやっぱり有人の宇宙旅行、大気圏内外っていうところもあれば、まあそんなところですよね、がまず思い浮かぶと思います。でただそれって別にその宇宙空間を漂ってるだけっていうところなんですよね。で文字通りフロンティアを開拓しようって思ったら、やっぱりまずは、まあ、一番馴染みがある月面に到達して、そこで何か生産活動できる、するあるいは素地を作るっていうことが、まあ、大事になってくるのかなと思うわけですよ。でこの前ね、火星の探査機、が到着して、でそこからその
非常に高精度の映像が送られてきて、まあ、関係者は特に、まあ、僕は関係者じゃないですけど、おすごくなんていうのかな、熱狂に沸いてたっていう、印象は強いですけどね。でもまあ僕みたいな、まあ、いわゆる素人からすると、まあ、やっぱり月面で生産活動なり人がエコシステムを作ることができるようになるとか先じゃないかなというふうに思うわけですよね。でその前段階として月面行きますよね。行って帰ってこなきゃいけないわけですよ。まずね、当たり前ですけど。で帰ってくるために必要なもの何かというと燃料ですよね。そりゃそうですよね。その行くだけで帰ってくるための燃料がなくなったらそこで死ぬしかないわけですから。まあそもそもその前に餓死すると思いますけども。それだけで、じゃあ燃料をどうやって確保するか。でその行き来の頻度が高くなればなるほど、その皆さんその旅客機ジェットの燃料でどういうものかって知らないかもしれませんけど、相当特殊で高いんですよ。でいわゆるフライト代、チケット代の結構な割合をこの燃料代が占めるわけですね、コストとして。で旅客機ですら地上数キロの上空を飛んでいる旅客機ですら燃料代がバカにならないのに、それ宇宙空間まで吹っ飛んでって高頻度で行ったらそりゃとんでもない額になるだろうなっていうのは想像できるわけですよ。でまあそのもちろんコスト的なものもありますけども、例えばね、あの往路で何らかの故障、その不具合で燃料がなくなってしまったと、で袋の分の帰ってくるための燃料がなくなるっていうことになっちゃった場合、もうどうし積んじゃうじゃないですか。死んじゃうわけですよ本当に。じゃあどうしたらその月面に降り立った後にそこで燃料をその生み出してで帰ってこれるかっていう話が出てくるわけですよ。でどうやらなんかそういう話をちょっと研究テーマとして実はやってるんだみたいなことをですね言って、まあ僕もまんざら、あ俺もまんざらバカではないんだなっていうそんな話を冗談でしたわけですけども、でここでまあちょっと考えていただきたいんですけども、もう一回言いますけど、月面に降り立ちました、でそこで降り立ちましたというか、月面で人々がエコシステムを構築するにあたって一番最初にしなきゃいけないことって何だと思います？まあその帰ってくるっていうところに関しては燃料問題があるというので、まあ申し上げましたね。まあこれもヒントになるわけですけど、一番最初に月面で生活する上で何が必要になると思います？でもちろんその月面で現状収集できる水なんかもまあ、非常に限られているし、その地球とはわけ違いますからね、まあ、それにプライシングするとか奪い合いみたいなことになっていったらシャレにならないわけですよ。その権益争いみたいな感じで、じゃあ、まあ、それ自体は不毛ですよね、まあ、文字通りその月面で何か生産活動するにも何にもないわけですから、地質以外はそこで何かをその植え込むなり持ち込んで拡大していかなきゃいけないわけですよ。で僕が言ったのは、じゃあ燃料も必要なんでしょうと、で生産活動をしないとどうにもならんよねって話になって、まあやっぱり最初は農業じゃないのって話をしたわけですよ。要はそのまあ当然ながら月面上には大気機はないですから、月には。でそうなるとそのいわゆるバーティカルファーミング、まあたびたび出してますよね、室内でも発光 LED と水さえあれば植物を育てることができる、食料を育てることができるっていう技術がバーティカルファーミングなわけですよ。つまりそのバーティカルファーミングをするのが、まあ、まずは大事なんじゃないの。でバーティカルファーミングによって、まあ、例えばバイオエタノールとか、あるいはあのジェットの燃料になるようなものをそこから生成してさらにで帰ってくるっていうのが一番現実的なんじゃないのっていうことを僕は申し上げたわけですよね。でじゃあそもそもじゃあバーティカルファーミングをする上でじゃあ施設必要になるよねって話になるわけですよね。となると一回僕が申し上げたと思うんですけども、例えば2013年の時点で砂漠の上でその太陽光を焦点を合わせて、まあ、主成分石英です、まあ、ガラスの原料ですよ。でそれを溶かして、構築物を作る、つまり、建築物に利用できるようなぐらいの
3D プリンターの装置を月面に持ち込んで、で月面の地質からもちろん耐荷重なんかは考えなきゃいけませんけど、耐震構造とかね考えなきゃいけないわけですけど、強度の問題ありますからね。とりあえずは月面のその地質を使って十分な耐荷重のある建築物を、それまずはバーティカルファーミングができるような施設を作るっていうところから始めるということになるわけですよ。でそこで出てくるのが当然ながら 3D プリンターっていうことになるわけですよね。でまあ順を追ってお話しすると、というわけでおそらくはですよ、まず 3D プリンターの技術をそこに持ち込んである装置を持ち込んで、月面の主成分から建築物を作る、あれやそのこ、構成物を作る。でそのまずに作りたいものはバーティカルファーミングのような施設で、そこに種苗を持ち込んで植物を、植物を生産する。で植物を生産することでバイオエタノールを抽出して、で今度はバイオエタノールその他から、ジェットの、ね、ジェットじゃない、ロケットの燃料を生成する。でそれを元にして帰ってくるっていう、こういう一連の流れを作るためのエコシステムをやっぱり作んなきゃまずいよねっていう話をしたわけですよね。いや壮大な話だなというふうに思うかもしれないですけど、思うかもしれないですけど、イノベーションってこういうところから起きるわけですよ。でワクワクしませんか？なんかできないって言われれば言われるほど、いやそんなことはない、絶対できるはずだって、まあ多分理系寄りの人間であればあるほど思ったりするわけですけど、まあ、政治的なね思惑とか圧力っていうのは本当に特に日本はクソなので、ぜひアメリカその他の大陸でやっていただきたいわけですけども、まあだからこそ教え子ね、ジョージアテック行ったわけですけど、まあそんな話をしてたわけですよね。で、まあ、やっぱりねこういうことをなるべく早い段階からイメージする、大きな問題、壮大なテーマに取り組む、あれそこに身を投じるっていうことを考えたならば、単にねぼんやりと自分は宇宙飛行士になりたいなとかね、まあ僕が小さい頃からそういう夢を語る人間はいましたよ、たくさん。まあ僕はそんな憧れたことないけど、まあそのどっちかというと僕の場合は宇宙飛行士に関してはそもそもチャレンジャー事故で、もうあれ何年だったっけな、80年代かな、1900、まあ、まあ派手に宇宙飛行士が爆発事故で亡くなったっていう事件があったわけですよ。もうそれが強烈に染みついたのよ。いやこんな危険な仕事できないわっていうふうに思ったことに加えて、それよりも難易度がはるかに低い宇宙飛行士になるよりも、パイロット、普通の旅客機のパイロットですら、まあ、大気の薄いところに常時さらされることで皮膚がんになって死ぬ人も多いっていう話を、まあ僕は空港の町で育ってるので聞くわけですよ。いやちょっと無理だよなっていう感じで、もう僕の場合はね現実的に考えて無理だっていうふうに思ったわけですけど、まあ時代が変わったっていうところもあれば、でも宇宙飛行士になりたいなとか宇宙関連とかそういうところで働きたいなって思う学生いるかもしれないですけど、考えているというかぼんやりと願望を持っている。でもじゃああなたその時何をしますかっていうことを聞きたいですよね。まず日本で学ばない方がいいでしょうね。教え子の場合もこれもう前言いましたけども、友人の宇宙開発、友人ロケットの宇宙開発なんか日本じゃできないで、予算組めないから、国レベルってことで、国が割り振る助成金を出すっていう気がないんだったら民間なんか育ちませんよ。ガバナンスが死んでますから、ガバナンスが死んでればマーケット、つまり企業っていうのは行きませんから。でまあだからそのアメリカに行った、だから宇宙開発を今の時点でやりたいっていうんだったらアメリカに行くのがベストですよ。ベストっていうか普通に考えたらそうなりますよ。だからまあ行かなきゃいけない、そういうふうになる。でその上でじゃあどういうことを学べばいいかなというふうになるわけですよね。まあもちろんその宇宙工学を勉強するっていうのはいいと思います、教え子のように。でも実は今言ったように農学とか 3D プリンターっていうところで言うとやっぱり機械工学とか、まあ、半導体が近いので半導体の技術なんかを勉強するのがいいのかなっていうふうになるわけですよ。だからまあ建築っていうのもあるかもしれない。まあ建築なんてね分野としてはもう死んじゃってますけど、要は新しい分野切り開くときにどう、あれはそのが起こるときってどういうふうに起こるかっていうと、全くゼロから無から有のものがバッて出てくるってことはまあありえないわけですよ。今既存の技術とか科学のサイエンスの領域をので培われたものを転用して、
違うそのドメインとか言ってしますけど、分野においてそれを応用する、あれ転用することで新しい分野っていうものが育つ、産業として育つっていうことは普通なんですよね。なので、そういうところから考え始めて、で自分がじゃあ今関心があるのが農学だと、関心がある農学だっていうか、宇宙領域でその働こうと思った時にいろんな分野のものが、その技術なりそのサイエンスが必要になるわけですよ。で自分だったらこういうその分野が割と身につくの早いし、その自分がねやりたいと思うことと得意なことって違うじゃないですか。これスペックって映画でも出てきましたけどね、病を処方する人がね見た人今いるか分かんないですけど、もうあれ結構前になるから10代の学生見たことない子もいるかもしれないですけど、そういうとこあったりする。で自分が得意なものをやりたいことに結びつける、スキルセットのところを分野っていう ところを結びつけるところが一番難易度が高かったりするわけですよ。宇宙開発っていうと、じゃあ宇宙工学できないとダメなのかなっていうと、多分そうではないと思いますよ。ただじゃあ農学やってます、理想の石橋君の場合なんか宇宙医療とかって言ってますけども、宇宙医療って言ったらそれドメインだから、じゃあ宇宙分野でその医療どういう技術がこれあるんだよっていう話になった時に、いや特に具体的なものないんですよね、はっきりとした強いものとか言ったりするわけですけど、でも要するにその今手元で学習可能な技術、あるいは自分が得意としている技術と僕言ってますね、宇宙分野で今言いました 3D プリンター、あるいはバーティカルファーミング、農学、あるいはその機械工学ですね、ある建築、当然ながら、ジェットの燃料には使わないですけども、そのエネルギーを電力を生産するという意味では、僕はジョージア・テックの子はやや懐疑的でしたけど、太陽光パネルとか太陽光発電っていうのはやっぱり必要になると思いますよ。補助電源だったとしてもないより全然いいですから。でそういう技術も含めてとりあえず身につけるわけですよ、できるところから。で少しずつ接点を探っていくうちに、あこういう技術があったら良さそうだなと思って、また積み上げていくわけです。でだんだん寄っていく。いきなりですね、もう何でもかんでも宇宙開発に関わりたいな、だから宇宙工学に適応しないといけない、でも自分は物理苦手だ、いやもう諦めるしかないみたいな極端な発想しないことですよね。その宇宙工学やるのが一番いいと思いますけど、それはね、いくらでもその転用の先とか生かし方っていうのはあると思いますよ。でもちろん今ないものを作りますから、その自分で模索をするっていう必要があるのはどの分野でも同じですよね。ただ今言ったようなビッグイシューとか普通に考えた時に、いやこういうもの必要になるよなということって、結構基礎がしっかりしていればいるほど大筋で間違えることってそんななくて、で道を阻むものがあるとしたらそれは政治的な圧力なんですよ。ガバナンスとか、日本の政治は僕はもう腐ってると思うので、話すのやめ話す気にもならないですけど、それぐらいですよ。でも技術とかサイエンス面では意外とないんですよ、そういうのって。だシンプルなわけですから、知ってるものの積み上げの、その学んだものの積み上げの先にしか新しい技術ってないですから。そういう見方をすると、意外とその僕が素人考えで言ったことが実はセンターの研究テーマと直結していたっていうこと全然あり得て、他のと同じようにその先に自然と見えてくるものはあるのかなというふうには僕は思いますね。でちなみに 3D プリンターの技術で建築物、あれ構築、その何かしらオブジェクトを作るっていうこと自体はもう起きてることなので、あとはじゃあその 3D プリンターの技術なり装置をいかにして宇宙空間に持ち込んでそれを稼働させるかっていう、そういう話になってると思うので、その辺はね、蓄積、随時追ってると、そんなにその宙に足の置いた発想にはならないと思うし、手元で学んでることをちゃんとしてればやってれば、こいつ頭おかしいなとかそういうことにはならないと思いますよね。というわけでちょっとケーススタディとして今ないものの話をしたいなというふうに思いました。
まあ、間違いないのは僕昔から言ってますけど、あと10年20年だったら神経科学と宇宙開発領域っていうのは主要な産業領域の筆頭になるので、まあ追っておいて損はないですよ。あるいはこれをメジャー、この2つどちらかをメジャーにするっていうのはすごくいいことだと思います。コンピューターサイエンスは今が最盛期だと思いますね、おそらく。でディープラーニングも所詮言語と、アルゴリズムで処理してるだけなんで限界があるんですよ。で僕は、まあ何回か言ってるんですけどね、やっぱり身体性を見ないと。だ具体的にはバイオメディカルエンジニアリングで作られたロボティクスとディープラーニングっていうのは密接に深くつながり合って、そこから感情っていうものを生み出しうるようにならないと、まあ次の段階に行くのはまあ軽く、まあ全然まだまだかかるなというふうに思います。10年20年やっぱりかかるなというふうに思いますね。まあその辺もちょっとお伝えしてみました。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。